卵が。ほら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 、どうです。どうも、私です。寒いよね、みんな。心も体も寒い時に何が食べたいかって言ったら、皆さんあれですね、うどん。うどんでございます。しかもうどんって言っても、ほら普通に出汁だけで作るうどんもいいんですけども、じゃあ温まりたい、体の心の芯から温まりたい、皆さんと一緒に温まりたいです。僕はぬくもり、この世の中でぬくもりが足んねんだ。ぬくもりをくれ、ぬくもりを俺にくれ。世界で一番ぬくもりが欲しいんだ俺は。マッチ売りの少女のマッチみたいなね、そんなハイボールです。ああ、ということで今回はですね、ぬくもりを作っていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ僕のぬくもりの味を紹介します。今日作るのはこの材料でやっていきます。まず冷凍うどん1玉、キャベツが 80g で、あとは鶏肉が 100g ぐらい、であとおろしにんにく、あと卵1個、バター 10g、 唐辛子、あとね、調味料はもう概要欄に書いてありますので、概要欄をまあいい感じで見てください。ということでですね、やっていきたいですよ。とバターの味にキャベツってすごい合うんですよね。キャベツを切っていきます。キャベツなんですけども、まああのうどんに入れるキャベツなんで、ざく切りで、この、ね、芯の部分ってここ結構太いじゃないですか。これはもうなんかちょっとそいじゃってね、まあちょっとね、一口大のこのキャベツの切り方にしてください。これは、はい、まあ一口大ってことですね、結局ね。だから当然ニンニクも切っていきます。これもちょっと、そしてですね、基本的には同じまな板でキャベツとお肉を切らないんですけども、今日面倒くさいので、僕は限界ラバーズなので、でもね、あの後で一緒に煮込むんで同じなん でこれね、一口大に、刻めの一口大に切っていきましょう。こんな感じね、で、まあこんな感じで、はい、刻み一口大でいいと思いますね。これから煮込みの工程に入りますので、煮込んでいきます。で、今回ですね、煮込みうどんになります。鍋焼きうどんっぽいやつなのでですね、今回はこの土鍋使っていきます。ここにはね、汁を入れていくんですね。で、140cc のウォーラー、まずウォーラー入れます。はい、でね、お白だし大さじ1杯と小さじが2杯ですね。これで、これがベースですね、これね、はい、そして、味噌小さじ4って書いてあるから、大さじ1と小さじ1ですね。お酒、つゆっぽい感じを出します。お酒が大さじ2、調味料入れたら味噌ね、ちょっと溶かしておく、なじませておきましょう。キャベツと鶏肉を入れて沸かすと、この状態で沸かすんだ。で、多分ね、このまま冷凍うどんぶち込んでもいいんだけど、ちょっと解凍した方がいいと思うね。これは電子レンジで加熱します。じゃあこれポコ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 沸かしていきましょう。じゃあね、結構ねポコ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 沸いてきました。で、これはね、ちょっとね、鶏肉とキャベツがね、いい感じにいいジャンプになるまで沸かしていきます。で、ここでですね、おろしにんにくだけ入れちゃいましょう。で、おろしにんにくも今回ね、パワー系のうどんなんですね。パワーを入れていきます。パワーを入れて、ちょっと煮込まれてきたでしょ。キャベツもちょっと柔らかくなって、鶏肉もちょっと火通ってきたら、ここでおどんを入れていきます。おお、いい匂い。まあやっぱりニンニク入るとね、何でも美味しくなる。これでね、ちょっと煮込むとね、うどんに味が入るんですけども、ここで卵、ういそれで、これでここに唐辛子ですね、はい、パラパラーっと入れてください。で、ここで蓋します。卵がね、半熟になるまで蓋をして煮込んでいきます。じゃあ卵が、ほら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 、どうどす、どうどす。これ、ここにネギ、仕上げで小ネギを入れて、研いで、ここにブルーです。ブルー、ここにこんな感じでね。どうですか、これです。味噌バター煮込みうどんの完成です。Yeah.
当てきました、ね、食べてきたやつ。いただきます。うまいじゃないの。パワーイズパワー。じゃあ持っちゃいますこれ。このバターが溶けたところ。じゃあこれいただきます。うん、合う。うめえこれ。もうね、間違いない。全ての人類が美味しいという味をしている。なんでうどんなのにハイボールに合うんですか。これうまい。味噌とバターと白醤の威力がやばいよ。このうどん一本で勝負するうどん屋さんがあったらラーメン屋こすねこれね。はい、じゃあスタッフチャンス哲也。なんでケルカプよ。こっちが来たよ。あ、そう。ありがとうございます。すいません、いただきます。いってみてください。全人類が美味しいと思う味でしょ。最強だわ。うまいっしょ。いけるっすよ。酒もいける。ごちそうさまです。ありがとうございます。天才最強。うん、まあね、ほんとに美味しい。何が美味しいってね、もうニンニクと味噌とバターがうまいね。鶏肉の旨味とかもう全部スープに入ってるんで、これね一回食べてほしいということで、ぜひだけだってパワー系うどんね。パワー系うどん。力こそパワー。力こそパワー。3名そうなっちゃうから。分かってます。、はい、力こそパワーのうどんなんですよ。